株式会社オープンハウスは東京都千代田区に本社を置く総合不動産会社である。1996年11月に株式会社アプローズとして設立。1997年9月に株式会社オープンハウスに称号変更。東京に家をもとうのキャッチフレーズで一躍知名度を上げ、都市部を中心に新築建て分譲事業。 不動産仲介事業、マンション事業、不動産投資事業等を展開し、急成長している。オープンレジデンシアというマンションブランドを展開しており、2017年2018年の2年連続で東京23区のマンション供給旨数国内最多を記録している。また、アメリカに家を元をキャッチフレーズに富裕層を対象とした。 アメリカ武道産事業を展開しており、中央区銀座にある銀座6内にオペンホーセ銀座サロンという拠点が設置されている。2018年、ホーブスが発表するアジアの有料上場企業50社にノミネートされた。人工知能による業務の工数削減といったデジタルトランスフォーメーションにも積極的であり、泥臭い営業デジタルの融合が 同社の急成長を支えてていいるる。と言われているスポーツチームオープンハウスホームラン賞としてバックスクリーン上部の看板またはトライビジョン横の社名ロゴにホームランを直接当てたスワローズの選手に東京の家一件プレゼントすることになっている提供番組グループ会社のスポーツチームの選手は除くありがとうございます